こんにちは、楽読インストラクターの矢野平です。今日はですね、この間の続きです。国民健康保険料の続きでございます。市役所に行ってきました。国民健康保険料の相談、去年が給与取得、今年が事業取得の方はコロナの分が使えない、なので、おそらく市独自とかでですね、減額制度があると思うので、それを1回確認した方がいいかなと思って、おります。市役所行ってきました。その制度について、聞いてきたんですが、ちょっとって感じですね。まあ、私の場合、国民健康保険に加入しているのが私と、高校生の息子と、専門学校生の息子なので、基礎になる、のが、まあ、年間15万ぐらい、これは支払ってくださいよという、お金になるそうです。基礎の上に取得に応じた分が加算されます。おそらく今年払うのを、まあ、まあざっと計算したら50万ぐらいかなと思ったんですけど、確定申告後に、申請して5割減、7割減というのがあるらしいです。もし、赤字でした、利益が出ませんでしたという場合は、まあ、私の場合今年創業なんで、まあ、いっぱい経費使ってるから、まあまあ出るのかな。来年は変わらないからですね。今年はその分、まあ、投資してるので、まあそうなるでしょうみたいな感じです。基礎のさっき言った15万の分の7割減となると 0.3 かけます。すると年間4万5千円、はって50万が4万5千円になってしまうという。ただ、国民健康保険料の支払いを止めると、督促状が来るそうです。あと延滞金もつくとかいう話も、まあ、担当者の方から聞きました。そのとこでこちらから言ってるのに督促来るんですか、はい来ますみたいな、未納になるみたいですね。止めるじゃなくて、この制度何って使えるのって感じでしたけど、一応こういう、減額制度はあるみたいです。コロナの分でですね、今受付がされていると思うんですけども、コロナの制度の場合は、支払った分とかも、まあ、戻ってくる。あと、申請時に今年の、年収の所得か、所得の見込みで申請できるみたいです。はい、もし見込みよりも、所得が増えたとしても、それは追徴されないそうです。まあ、ある程度の、幅があるみたいです。そんなに、虚偽の申請とかしない限りは、大丈夫みたいです。でも市独自の、制度では申請は2月の、まあ、3月とかの確定申告後なので、国民健康保険の支払いを一旦止めて、督促状と、延滞金も、まあ、発生、1000円以下だったら、延滞金が1000円以下だったら、発生しませんと言いましたけど、まあ、発生する可能性もあると。
かも確定申告後に金額が決定しますと。ここで面白いのが、もし支払っていた分は戻ってきませんと。もともとこれだけ、まあ、国民健康保険料は前年の収入にた所得に対して計算されるので、うん、まあしょうがないのはしょうがないんですけどね、はい、私みたいな去年給与取得、今年、事業者取得、所得になる、人は、うん、カバーされないのかなと、まあまあそこはしょうがないです。あとですね、うん、さっき言った一回払納付してしまうともう戻ってきませんと。支払うお金があったとみなされるそうです。たとえ、まあ、それは借金して払ったとしてもそれはお金があると見られるみたいです。まあ私も今年創業なので、うん、いろいろ経費はかかってますけど、税務署にも行ってきました。経費がどこまで見られるのかなと気になってですね、領収書つづり持って、これ経費になりますかね、なりますかねと一個一個聞いてきました。おおよそ、うん、経費として見なされるので、うん、聞いた感じでは、事業に必要なものなので経費は取りますよということでございました。あと給付金とか支援金とか補助金ですね、この辺もですね、課税対象とかありますんで、市役所と税務署が言ってることが結構違いますんでご注意ください。あとですね、市役所、税務署、経済産業省、まあ縦割りなんで、あ、それは、ちょっとわからないです、それはちょっと確認していただかないとわかんないです。まあ縦割り行政がすごかったのがちょっと、うん、びっくりしました。あとですね、今年、1月から3月の、創業者の方はまだ、店舗、家賃支援制度もまだ多分申請ができないと思います。今できるように、考え中とか、ホームページの方に書いてありましたね。まあ知らないとですね、余計なお金を支払う、余計なお金というか、うん、知らないと損をする、うん、給付金等もとか支援金等もですね、うん、申請しないともらえない、はい、そんな感じで、こんなですね、国民健康保険料減免制度、コロナの制度だと、まあ、すごい金額減免されるので、一度問い合わせするといいと思います。はい、今日は以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上です。